イオンタウン有松は愛知県名古屋市緑区のウィンハート、有松の中にあるイオンタウン株式会社が開発、運営を行っているショッピングセンターである。2011年11月21日に SC 名がイオン有松ショッピングセンターから原名称に変更された。名古屋市内にはイオンモール名古屋ドーム前、イオンモール厚田、イオンモール新玉橋、イオンモール大高、 モズ・アンダー・シティ・オン・モール、名古屋・ジャヤ、イオンタウン・チクサ、イオンタウン、妙材などがあるが、それらを下回る規模のイオンショッピングセンターである。テナントの撤退が相次いだために、2008年5月頃に、フロアガイド上のキャッチコピーが、マックス・バリュート55の専門店から、マックス・バリュート50の専門店に変更された。2021年9月現在は、 マックスバリューと専門店街と表記されている。事業計画は名古屋市で駅前再開発事業の一つとして建設された。当初はマイカルがサティを出展する予定だったが、マイカルグループの経営悪化により、イオン株式会社が他の事業と合わせて契約を承継する形となった。しかし、苦手とする。 駅前再開発型店舗でもあり、開発自体からの撤退を求めて、名古屋市や市街地再開発組合と交渉したが、開発分担金の問題をクリアできず、やむを得ず出店した。店舗1階は、スーパーマーケットのマックスバリュー、有松駅前店と11の専門店が出店している。2階には、名鉄名古屋本線、有松駅に直結している連絡通路がある。 また、大垣共立銀行、有松支店にも直結している。3階には、地域最大級の100円ショップダイソーがある。当初は、エイデン、カメラの北村なども出店していたが、1年で閉店となった。4.56、屋上階は駐車場で880台まで収容、可能である。自転車は450台まで収容かマックスバリュー。 有松駅前店の運営会社はマックスバリュー中京であったため名古屋市内の大半のマックスバリューを運営していたマックスバリューチューブが発行するマックスバリューポイントカード及びこのポイントカードの特典として発行されたお買い物割引券は利用できなかったが2013年3月1日に合併によりマックスバリューチューブの店舗になった 2011年11月21日をもって、当 SC の名称が、それまでのイオン有松ショッピングセンターから、イオンタウンは有松に変更されるとともに、SC の管理、運営がイオンリテールから、イオンタウンに移管されることとなった。ありがとうございます。